皆さんこんにちは、ゆいチャンネルです。今週のゆいチャンネルは、いつものウームラウンジを飛び出して渋谷にある、レッドブル本社のミーティングルームの周りからお届けしています。すごい素敵なんですよ。なんかさっきみんなで子ども番組みたいだねって言ってました。はい、では土曜日にはスペシャルなゲストに来ていただいているので、ちょっとこの席が 1,2,3 個あるんで3人来ます。まず金曜日から紹介していきたいと思います。金曜日はこちらです。じゃらん、ウームトラベルコネクツワールドマーケッツです。これは、ウームが新しく立ち上げたダンスミュージック×トラベルをコンセプトにした参加型プログラム、ウームトラベルのサポートのもと、世界各国のクラブやフェスティバル、DJ、アーティスト、エージェントなど、ダンスミュージックを介して有機的につながるがコンセプトとなってます。で、2回目になるんですが、今回は、オランダ大使館公式バックアップを得て、今回はアムステルダム在住のハウス、テックハウスの DJ 兼プロデューサーであるルーク・バンダイクを、ゲストに招いて開催します。国内勢も、アパレルブランドメッサマンのプロデューサーも務める、カートゥーンくんや、グリーンルームフェスティバルゴーアウトキャンプにも出演している DJ の河合桂馬さん、そして名古屋の老舗名門クラブの、クラブジービーズの人気パーティージオメトリックからエイジさんが参戦します。また今回、ウームトラベルを、介した、世界と日本のハブ機能を一環として、気鋭の日本酒ブランドサケラクさんと、このウームのワールドマーケッツのコラボレーションの、企画があるようで、なんと日本酒をコラボ日本酒をお披露目するとのことです。全貌は当日来て皆さんの目で確かめてください。はい、それでは、続いていきます。続いて19日はこちらです。じゃらん、ウーム&フレンズです。こちらもウームで新しく始まる、パーティーのプレパーティーとして開催される、パーティーです。で、今回このパーティーに出演する、サトシトミエさん、トモ北村さん、サトシ大月さんに来ていただいております。よろしくお願いします。あれ読みました。よろしくお願いします。で、今回、この、ウーム&フレンズというパーティーなんですが、3人で、このパーティーをやるきっかけとは何だったんですか？誰が？なんでしょうね。なんか、ロンドンに友達いたときに。そうですね。初めて出会ったのはロンドンですね。はい、そうですね。何年前くらいですか？いや、すごい前ね。そうですね。そうか、だって今はもうベルリンだし、ロンドンはもう10年前はいかんと思うけど、8年くらいですかね。で、そのトミ君のパーティーを呼んでもらったり、はいはい、ポリックですね。はい、そいで、大月君はイビザで、はい、去年何回か、はい、そう、その前もあって、はい、そう、で、DC10 で、こう、あそこは、なんとなくいると、はい、全員が仲良くっていう雰囲気なので仲良くなる。そうですね。で、そう。で、なんか、みんなでやったら面白いんじゃないのみたいな。なるほど。でも、じゃあ3人でこう一緒に同じパーティーでこうプレイするっていうのは初めて。あ、初めてですね。ずっと知り合いはな、知り合ってる一家はなかったけど、3人が揃うのも初めて。うん、そうですね。はい、で、ちょうどね、もう昨日ドミューンで3人で20分交代で3人でバックトゥバックをやっていて、すごい、あれも私も行けなかったんですけど、みんなでツイッターから見てて、すごいなんかざわざわツイッターもしてたし、なんかすごいみんな来てくれるのかなって感じで、うん、はい、楽しみにしてます。はい、どうでしたか昨日は？あ、とても楽しかったです。硬くなっちゃった。神江さんは、日本はいつぶりくらいですか？ウーム自体は多分4年ぶりとか。ウーム、そうですね、4年ぶりぐらいで、日本は、まあ、半年に1遍ぐらいは持ってきてるので、はい、
ですね。はい、でもちょっとウームも結構ね、あの変わった後も内装工事とかをして、あ、そうですね、はい、イラストができたり、うん、なんか演出とかもすごい変わってると思うので、ですね、変わってからはまだいらっしゃってない。まだあの何回かお邪魔してますけど、はい、プレイするのは4年ぶりです、ね。そうなんですね。ちょっとじゃあそこも楽しみにしていてください。ぜひです。はい。そして、土曜日はそっか、どんなパーティーにしたいですかって言ったかな。じゃあどんなパーティー、うん、でどういう風にプレイするとかもね、今ちょっといろいろ話し合いそうですよ、なんかドミューみたいな感じでこう、うん、ね、バックとバックじゃないけど、うん、回していくとか、あと、まあ、あとセットでやってもいいし、うん、どうしようかなって、それで最後一緒にやってもいいし、うん、まあやり方がいっぱいあるから逆に迷うみたいな、うんうん、まあ囚われずに、うん、でもまあ昨日やっと思ったのは割と、音楽が3人とも違うんだけど、うん、思いました、違うんだけど、うん、あのうまく混ざるので、うんうん、なんかすごい、誰かだけすごくあのスタイルが違うとか、うんうん、そういう感じではなくて、うん、なんかあのいい感じに混ざる違うスタイルな感じがして、うんうん、まあ、どこからやっても、まあ、うまくいい感じになるんじゃないかなって、うん、はい、すごい、私もなんかああいう形で昨日の土曜みたいなのってあんまり見たことなかったので、うん、そう楽しかったです。 それぞれ、うん、全然違う感じだけど、でもこう最初から最後まで見るとしっかりこう3人でこうまとまった土曜日来てくださいって感じだったので、うん、はい、じゃあまあその辺も当日楽しみにしてもらう感じで、うん、はい、来てもらえばと思います、はい、思います、はい、じゃあ当日もよろしくお願いします。お願いします、はい、それでは今週末も UMUでお待ちしております。